ディラミア男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位。庶民院議員トマス・チャムリーが1821年に、ジョイされたことに始まる。チャムリー公爵家とは祖先を同じくする同族にあたる。なお、ディラミア男爵、チャムリー家に、男爵位以外に持つ爵位はない。チャムリー家はその歴史を、ノルマイ・コンクエストにまで遡る旧家で、その祖、サーヒュー・チャムリーは、 国王ヘンリーパス生からナイトに除せられている。その子には、後に、レンスター伯爵となる長男、ロバート、現在のチャムリー公爵家の先祖ヒューがいる。さらに、その兄弟のマッテイ・トマス・チャムリーが、ディラミア男爵家の祖に当たっており、その経類は17世紀以来ベールロイヤルの地主を、務めてきた家柄であった。ディラミア男爵家の旧邸宅である、ベールロイヤル・アビーソの、 トマスの子孫にあたるトマス・チャムリーは、チェシャー選挙区選出の庶民委員議員を務めた人物で、彼は1821年7月17日に、連合王国貴族として、チェスター州、ベール・ロイヤルのディラミア男爵に助せられた。二代男爵ヒューは、爵位を継ぐ以前は、トーリー党に属して、デンビーシャー選挙区及びモントゴメリー選挙区選出の庶民委員,議員を務めた。 その子である三代男爵ヒューは就職後に、ケニアに移住して、現地で辞書を購入している。四代男爵、トマスの第二は、不祖の地である、ベールロイヤルに、再住したが、第二次世界大戦後に邸宅を売却した後、ケニアに、再び移住した。その子である五代男爵ヒューが、ディラミア男爵家元頭主である。五代男爵の着難トマスは2005年に、自家農場内にて、 ケニア野生生物公社職員を射殺して逮捕されたが、後に不起訴となった。さらに、翌年にも内場社古近郊に有する辞書で密漁者を射殺する事件を起こした。その結果、裁判の末に、古殺と認定されて、8ヶ月にわたって収監された。そのトマスは2016年に手術中に心停止して死去したため、2020年現在は五大男爵の孫に、アタルヒューガ、 爵位の法廷推定相続人となっている。男爵家のかつての邸宅は、チェシャー州ノースウィッチ一致するベールロイヤルアビーであったが、1939年にサナトリウムとして接収された後、1947年に売却された。一族のモットーは、公爵家と同じく、善行は、最良の守り。爵位の法定推定相続人は、現当主の孫である。 ヒューチャムリー学科、ありがとうございます。